ナベちゃん、ミッキーのナベラジアザブラン。はい、11回、懲りずに、懲りずにね、ここまで来ましたよ、本当に。11回だよ、2ヶ月半ぐらいか。そうですね、3ヶ月ぐらいか、まあ、やりましたね。ね、はい、誰が聞いてんねんって話ですけど、そう、まあ、聞いてる人はいるみたいですね。いるし、あの、だってね、あの、前回ゲストに来てくれたあゆみちゃんが、はい、多分再生回数上げてるのかもしれないけど、あの第2回かな、はいはいはい、あのマネージャーさんと、はい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 、第3回くらいかな、ありましたね。マネージャーさんと来たやつ、うん、この間見たら100回超えてたから。え、マジっすか。あの回だけ100回超えてたから。え、なんでなんですか。いや、わかんない。みんな自分のこと大好きすぎない。わかんない、誰が再生回数上げてるかわかんないけど、あれ、TV ショー並みに100回超えてたからね。あ、意外に見てるんだ、聞いてるんだ。すごいっすね、それっていうのはすごいね。ここ最近のびっくりエピソードね。振り返ってみたら、あらみたいな。まあそうですよね。いや、すごいわ、もう。ね、聞いてくれてる人いるんだなっていう、はいはいはい、っていうところでね、はい、こうずっと続けていきたいなって。こう昨日、ちょうど昨日見直してたんで、はい、はい、うん、思ったことです。ちょっと嬉しかったですね。あ、100回超えたと思って。いや、すごいですよ、もうね、TV ショーも全然撮れてないですから、ね、まあ、なんだろう、今年入って1回しか撮ってないですもんね。そうだね。なんか、だから夏やろうかっていう話をしてるんですけど、まあ、こっからどうなるかっていうので、まあ、しかし最近、暑くないですか。やっぱり暑い。もうやっばいと思って。今日もね、最近朝一撮りだけどさ、毎回朝から集まって撮ってるけど、さっき寝起きなんだけど、めちゃめちゃ寝苦しいもん、夜。すごいです、もう。あの、たまたま昨日その結婚式の撮影があったんですよ、うん、で外だったんですよね、そのチャペルが。ああね。で、ちょっと天気いいところで、天気いいところで海でザーっていう波聞こえながらやってるんですけど、めちゃくちゃ暑いんですよ。みたいな、全員新郎も新婦ももううわっみたいな、汗みたいな。タキシード着てるしね、結構普通のスーツより厚着だからね。で、そのあのお父さんから、うん、あのちょっと乾杯の挨拶いただきたいと思いますみたいな、うん、お父さん出てきたんですよ。お父さん出てきて、僕初めてです、あんなに短い挨拶、みんな暑いと思うから乾杯。長々と喋るのもあれだから乾杯。いや、ただ飲みたかっただけでしょ、完全に。いや、そういうわけじゃなくて、もうほんまに暑かったんですよ、やっぱ。あ、そうなんだ。あの、やっぱ海沿いってやっぱ暑いです。暑いね。ですよね。あと、なんか潮風がちょっと痛いしね。そうそう、もうジメジメするし、暑いはなんやで、もう。ちょっとベタつくじゃん。そうなんですよ。で、スーツ着用じゃないですけど、うん、やっぱりちょっと買ったシャツとか綺麗めなやつとか着るじゃないですか、うん、ほんま半ズボン短パンビーチサンダルで着たかったですね。海だもんね、だって。麦わら帽子とかかぶってね、かぶりながら行きたかったですよ、アロハシャツ着ながら。海賊王に俺は乗る。やりたかったですけど、いや、でも全然、まあ、一応ね、結婚式おめでたいバナーね、まあ、清掃していかないと。はい。しかし、でも暑い。だから海行きたいんですよ、プライベートで。でも、アホらしかった時で、逗子行ってて、うん、海あるじゃないですか。なんで俺はこんなクソ暑い格好しながらカメラ回してるんだろうって思って。いや、でもね、でその海が合う季節になってきたよね、ほんとね。なってきましたね。暑いし、そろそろで、最近ちょっとスコールとか降ってね、雨もあるけど、もうそろそろしたらさ、もう本格的な夏でしょ。カラッとした。7月もね、末日になってくるとなりますね。行った海。海ですか。行ってないです。昨日あのバス走ってたんですよね、その撮影前に、うん、でこう水着ギャルみたいなのが通ってるんですよ、道を。あ、もう結構いるんだ。いました、いました。もう普通に水着で歩いてるんで、うん、バカじゃねえのこいつらと思いながら、ありがとうございますみたいな。いやいや、もう見んのもちょっとあれだったんで、結構満員で、これ見て、うん、見てる人
こう見られるのがね、見られる、見てるのを見られるのが見てるのを見られるのが嫌なんで、すげえ我慢しましたけど。いやいや、それ見ていいんじゃないの、海。見ていいんですか。だって見るために水着着てんじゃない。え、でもバスで通るときですよ、うん、目で酔ってまで見るみたいな。いや見るで、見るでしょ。いやいや、もうすごい恥ずかしい。だってそれが許されるのは夏だから。あ、そうか。個人的にはもうそれは、それが夏だと思ってる。そうっすね。海行ってないです、まだ2年前ですね、最後に行ったの。あ、2年前。一応毎年行ってんだけどね。あ、そうなんですか。そう、去年はでも1回しか行けなかった。1回行ったら十分じゃないですか。いや、毎年ね、3、4回行ってんの。これ、やっぱ男性の海行きたいっていうのは理由、例えば2つ挙げろって言ったら、1つはね、はい、あのちょっと開放的になってる、あの、はい、スペースじゃない、浜辺とか、はい、そうですね。あそこで、はい、何も考えずにお酒飲んでるのが気持ちいい、はい、と、可愛いギャル。もう見てるだけでも目の保養になるし。あー、確かに。ね、あの、ひと夏の出会いとかもあるじゃん。確かにそうですね。あったんですか。もう過去ちょいちょいとね。おお、なるほど。まあ、それはほら、あの、一緒にね、海の家とか行って隣の席で座ってたらさ、なんか飲む、はい、って言っちゃう。言っちゃいます。もう居酒屋のおじさんと同じだよね。隣の席の人と、なんか飲むっていう感じのやつになる。いや、ほんますごいと思うのが、僕ら世代ってそういうの話しかけられないやつが多いんですよ、まだ。そうなの。どうなんですかね、僕だけなのかな。いや、わかんないけど。いや、まあ、多いと思うんですよ。で、もう、でも、ナベスさん、今おいくつでしたっけ。今33だね。33ですよね。33の人って、すっごいガッツキをの人多くないですか。まあ多いね。ていうかそういう世代だしね。もっと上の人たちはもっと声かけてたから、まあ、当たり前、ね、当たり前、なんか生活の一部的な、うん、いや、だからもうそうなんですよ。この前、そのたまたま、うん、ごめんなさい、夏ちょっと離れますけど、うん、先輩からいきなり11時ぐらいに電話かかってきたんですよ。で、今新宿頃から来い。え？え？みたいな。で、お前がここに来るか来ないかで全てが決まるぞって言われて、わかりましたって行ったんですよ。11時半過ぎぐらい、終電ぐらいで。終電ですよ。もうちょっとだけ顔出そうって、ね、10分ぐらい顔出して帰ろうと思って、うん、顔バッて出したら、その人ともう一人男の人は知ってたんですよ、うん、知り合いでね。知り合いで前に女の子座ってるんですよ、何人か、うん、あれってなって全然知らへんぞってなって、おー、来た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 って言って、来た来た、紹介するよ、中谷くんって言われて、え、誰みたいな。ね、こう会話聞いてると、終電で帰るのを止めてるんですよ。ああ、引き止めようとして、ね、引き止めようとしてるんですよ。その先輩ものすごい僕使ったなと思って。僕が来たことによってじゃないですけど、うん、ちょっと帰りづらいとこあるじゃないですか、女の子。まあ新しい人が来たらね、新しい人来たら、うん、もうなんか、まあ、どうなんですかね、帰る人は帰ると思いますけど、普通に、うん、っていうので多分僕使われたと思うんですよね。だからもう必死ですよ、僕も貢献しようと思ってもうこっち帰れないからみたいなアピールして、じゃあちょっと一杯ずつ出すから、出すからっていうのも嫌だなと思って俺そんなつもりで来たじゃんわけじゃないけど、まあまあと思って。でも結局その日で結構飲みましたもん。もう女の子と朝まで、久しぶりに。いいじゃん。で、彼女にはなってないです。なってないなってるわけないじゃないですか、その簡単に。そのひと夏のアバンチュールはないですね。ない感じ。ないです。いや、でもなんですよ、海行っても話しかけれないですよ。だから、え、なんで無理ですよ。なんて言うんですか、何してんのって。え、何してんの。海で何してんの。海来てんの。いや、見たら分かるよ。え、なんで海来たの。言う必要ある。いや、はっちゃけようよみたいな感じになるじゃん。なります。ね、飲もうよって。なります。来ます。くるくる。すごい。だから僕が特殊なのかな。僕が変なんですかね。え、だってなんだろう、みんなさ、大なり小なり女の子たちも、はい、そのなんだろう、出会いじゃないけど、はい、その
この開放的な空気感を味わいに来てるわけ。なるほど。みんなわーっていう楽しいね、はい、夏だねっつって、はい、もう一枚脱いじゃうかなみたいな、こうもう一枚脱いだ、あかんかあかんかボンロン出るやんもう一枚脱いだらボヨヨンってね誰が出ちゃう出ちゃうでそのこう開放的な空気感を味わいたいから、はい、普通に多分、まあ、都会でね隣で飲み屋さんで声かけるよりはすごくハードル低いと思うけどね。みんな、あまあ別に一杯ぐらいいっかみたいな、ちょっと焼きそば食べ行かないみたいな、まあ、あ食べるみたいな感じで、これ焼きそばはやっぱこう一個一つのあれなんですか。ちょっと教えてください、その三箇条みたいな三箇条のなんか女の子の話聞くのにへえふんなるほどでいけるみたいな話ってあるじゃないですか、うん、その3つ言っとけばみたいな、なんか そういうの欲しいですね。そのなん声かける声かける声かける3箇条3箇条えまず何みたいな、まず何何何 Go みたいな、何言ってんの。いや分かんない、なんかね特にねそんなに決めてない。あ本当ですか。だからなんか飲みたそうにしてたらなんか飲むっていうし、まあそうですよね。えだから何してんのから入るじゃないですか。え何してんのっていうところから入る場合もあるし、はい、全然全く関係ない会話したりする。いきなりですか。そうあのえシャンパン持ってきてんやけどなんか飲まんっていう一緒に、ああ一人で飲めんからみんなで、はいはい、一緒に飲もうよって言って、あそれいいかもしれないですね。でもそのなんかこう巻き込む感じ、あの何人かで来てんやけど、うん、一緒に飲もうよって。えじゃあ彼氏も一緒にいいみたいな。あいいよいいよ。おすごい。え全然だって飲むだけじゃん。わーっつって。あーすごい。あなんかそれそれだな。それだ。だその気持ちだ。そうね、ナンパじゃないからさ。ナンパでもあるんだけど、ナンパじゃないの。その目的がね。なるほど。開放的になる、そのエンジョイするっていうのが、だから別に誰でもいいから、はい、いいよ、おいおいおいっつって呼べ呼べみたいな、飲もうぜみんなでっていうテンションだから、やばい。そこから勝手にアバンチュールが生まれてくる。うーんいいっすね。でもそういう、こう開放的になるシーズンだから、うん、もう最近ね居酒屋で夜さ、こそこ、ことこそこそこそじゃないけどなんかね個別居酒屋さんで働いてるわけですよ、はいはい、もう皆さんねカップルとか個室に入るわけじゃないですか。はい入りますね。それ見届けてこっちは悶々としてるから確かに、まあ、いいサービスしようと思ってね、うんまあ、ちゃんとサービスはするけども羨ましいな、こういうのね個室の居酒屋で2人で飲めてとかですね。そうですよね。でちょっと合コンチックになったりとかする時もあるし、そうですよね。もうちょっと羨ましいな、やけにおしぼり頼むなこの人みたいな。そういやいやない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 ですか。中に何やってんやろみたいな。いや聞こえる。めっちゃおしぼり出てるやん。めっちゃおしぼり頼むやん。聞こえるからね。さすがにね。それはないですね。さすがに。さすがにそこまでないけど。でもやっぱもう夏になると海に行きたくなる。まず一回は海行かないと。ああ。海。山。山。山もいい。山はもう仲間と行きたいね。ああ。知り合いもすごい気の知れたやつだと。まあでも山こそなんかそういうの欲しくないですか。そんなあれ邪道なんですかね。いや分かんない、それあんまりそういうこと考えたことなかったけどないんですかね。海の方がなんか人がいっぱい集まるからさ、ああなんか勝手に出会うじゃん。ああまあそうですよね。山でそんな集まられてもね。いやいやすいませんちょっと通りますねすいません、あすいません通りますって山っつったらでもキャンプとかじゃないの。あ、キャンプか。僕今登山考えてましたいやだからね、なんか今会話がなんか変だなと思ってなんでちょっと通りますねって、なんでそういう会話が生まれるんだろう。そうだ、バーベキューだそう、バーベキューとか、まあ、川沿いのバーベキューだとか、そうってことですよね、うん、あそういうのはやっぱ気が知れた人たちと行きたいなって思うし、うん、バーベキュー行きたい、本当にバーベキューしたいね、うん、だってどっちも行けるじゃないですか、川あるんで、それも泳ぎますし、泳ぐのが目的じゃないから別に海、あ、まあそうですけど、そうか、泳ぐけど泳ぐのはもうあれ僕だけなんか小学生の感覚に戻ってます止まってます、その
わかんない。海行く理由を泳ぐことって僕小学校の時なんか止まってますあのアサリ取りとか潮干狩りしながら海水浴する。魚こうやって手づかみで行こうとするんで僕そういう感覚なんですけど、海行きたいの多分理由が違うと思います。ああ、そういうことね、はい、であの取ったどうってやりたいんでしょ。いや、取ったどうとは言わないですけど、取ったでってなんや、そのいやらしい感じ関西弁やらしいな取ったでやらしくないですよ、別に何を取ったででもやっぱ車で行くでしょ。いや、山だったら車だよね、絶対。ああ、そうか、まあ、交通の便がないからさ。まあそうっすよね。海でもやっぱ海だったらやっぱアルコール飲んで帰りたいから電車で行くから。ああ、行きもだって飲んで行くもん。2年前僕最悪でしたもん。ついてじゃいけんして一人負けたやつ、酒飲めないこれはもう命かかってるなと思ってテンション上がんないしね。バーってやったら僕ノンアルコールビールですよね、あんなお酒好きなのにね。あんな酒ノンアルコールビールで夏吸って、夏終わりですよ2年前で。そこから止まってますもん僕の時はそうですね。でそれがそれより前も行ってないですもん。ああ、全然な。やりたいんですよ今年は。バーベキューか、なんかやりたいね。バーベキューか海か。その前シンシアでやってた時に、はいはい、一回あの大型バスチャートして。 ありましたね。そすごい30人ぐらいで山に川沿いでバーベキューして、 なぜかあのね、あの競馬対決の時にいたくるみ姉さん来てくれてたんだけど、あ、くるみ姉さん私服の着替え持ってきてて、川に飛び込む気満々やんこの人と思って嘘でしょいや、まあ、結果みんな私服で来てて、はい、着替えなんて持ってきてなくて海水パンツとか持ってきてなくて、はい、別に泳ぐつもりなかった、バーベキューだっていう感覚だったから、はい、でも、まあ、あまりにも水が綺麗だったから、はい、これちょっと河原でパチャパチャやってたら、はい、まあ酔ってるしさ、はい、誰か勢い余って押しちゃうよね、はいはいはい、バッシャーみたいな、うわーもうやめろお前みたいな。まあでもカンカンでいいだからさ、はい、でも T シャツ ね、ちょっと置いとけば乾くみたいな感じの日だったから、はい、まあ男はいいじゃん、はい、そうですね。でも なんとなくそういう感じになって、みんなバシャバシャやってて、で、まあ、くるみ姉さんもなんか私もなんかそういうことをしてほしいみたいなオーラがあってなんかわかんないけど、じゃあ押しちゃえみたいな感じで押したら、何の欲求もないなんかみんな羨ましいみたいな、飛び込んで羨ましいみたいな、はい、そしたらなんか帰り際に一回トイレ行ってくれって言って、戻ってきたら服違った俺来た時の服と違うと思っていや、こんなこともあろうかと私服持ってきてたっていうあ、だからさっき押してオーラが大きかったんだなと思って。あー、なるほど、すごい。まあでも皆さん飲む人だからさ、まあ、バスでもチャーターしないとね、奥多摩の方に行ったんだけど、すごい面白かったなと思って。いやでもキャン、そうっすね。でもバーベキューってなんかバーベキュー結構食う派ですか。食う派。結構食います。結構食う。僕全然食えないんですよ。なんで。もうお腹いっぱいなんですよ、バーベキューでの匂いと雰囲気で。あー、バーベキューでお腹いっぱいになっちゃう。何言ってんの、ね、雰囲気のバーベキューやってる時の雰囲気で。そうお腹いっぱいお腹いっぱいになっちゃって全然食えないんですよ。であれでしょ、バーベキュー終わったらお腹すいたって言っちゃうタイプでしょ。そう本当勘弁してほしいよね食っとけあんだけみたいな。なんかね結構あるのが、企画するのね、はい、その新社の時からで、はい、バーベキュー行きますって言って、はい、バーベキューのそのあれどこだったかな、府中とかあっちの方だったと思うけど、はい、なんかそういうスペースがあって、はい、3時間飲み放題で食べ放題で、はい、バーベキューできますっていうところで企画したのね、はい、女性12人対男性12人ぐらいね、なんか合コンみたいな、はい、合コンじゃない普通の飲み会だったんだけど、はい、そしたらなんかちょっと二次会行こうみたいな、はい、おーいいねって言ってもうお腹いっぱいみたいな感じだったから、はい、じゃあ次二次会新宿の居酒屋さんに行ったら、はい、まあみんな頼むうせやろ、そうやろと肉あさっきさっきのところで肉とかめっちゃ余っててもうお腹いっぱいって言ってたのに、みんなめっちゃ頼むし、なんか冷やしうどんとか
いや暑いじゃん、いや暑いじゃん、いやお腹空いてんのみたいな結構お腹たまるの頼むねと思ってだから鍋さん小食ですもんね、そもそもあれさ、もともとね、あんま食べない、あんま食えないですもんね、寄ってる時しか、寄ってる時はめっちゃ食うけど、あれ何なんですかね、こう満腹中枢いかれてるから、そうですね、感覚がね、いやでもそうですよ、やっぱり夏といえば、でもフェスとかもあんじゃん、フェス行ったことないんですよ、嘘、行ったことないですよ、フジロックとか行ったことないですよ、だからそのサマソニとかコンサートライブとかは、もう仕事でしか行ったことないですね、仕事っていうか撮影とかで、ああ、プライベートで行かない、プライベートで行かないです、サマソニとか超楽しいよ、サマソニなんかいろんなすごい有名なアーティストが違ういろんなエリアのステージがいっぱいあるのね、はい、はい、まあフジロックも同じ感じでロックなんだけど、だからもうあれですよね、肉フェスみたいな感じですよね、そうお肉が分かれてて、お肉とアーティスト一緒になって話ですけどまあでもあの普通にテキヤみたいなのも出てるから、あお肉買ったりとかお酒買ったりとかして、あでもいいっす、あでもいいですね、で結局暴れてロックとかも暴れてたら持ってるお酒とかみんな振り回したりするのね、あ迷惑でめっちゃかかるじゃん、はい、だからあのその当時アッキーナと、まあ、現地集合でもう一人男の子と3人で行こうってなって、はい、でうちらは仕事上がりにね、はい、新試合上がりで行ったわけですよ、はい、でもその時にあのやっぱ汚れるのが嫌だから、はい、なんか汚れてもいい服ないって言われて、はい、その当時ジャック・ダニエルの T シャツをいっぱいね、はい、業者さんからもらってて、はい、じゃあこれで行こうって、はい、こうジャック・ダニエルの服着て電車に乗ったら、はいはい、まあペアルックみたいな感じでめちゃめちゃ恥ずかしいなってなんかディズニーランドにいるときはさ、ディズニーの漬物とか着てても全然恥ずかしくないじゃん、でもなんかでフジロックに行ったら全然恥ずかしくなかったんだけど、はい、行くまでの道中が、あそうか、1時間ぐらいあるわけよ、まあ、でもあれ行くんじゃないのフェスみたいな感じにならないんですか、いや なるかもしれないけど、いやでも基本的にはそうなのか、でも誰もいね、その同じペアルックで来てる、だって前浜の先ぐらいが幕張だからさ、あそれまでちょっとディズニー仕様の、ね、ファミリーばっかりしかいないわけ、まあそうですよね、ディズニー、ディズニー、ジャック・ダニエル、ジャック・ダニエル、ペアルックみたいな、しかも、ね、男同士だったらさ、まあ、なんかあんのかなって思うんですよ、女の子とやし。あれちょっと恥ずかしいなと思ってずっと腕組みしてたからね。あ隠すためにロゴが見えないように。恥ずかしいと思って。いやーいいなーでも夏。浴衣とかは、あ浴衣もあるじゃないですか。浴衣ね。それこそ水着ギャルとかじゃないですよ、もう浴衣ですよ。夏祭りとかさ。いやーいいっすね。花火大会。いいっすね。うわー行きたい花火大会、もう終わる、もう終わるじゃないですか。そうだね。結構早いですよね、7月末から8月頭が多いよね、ああそうか、東京はもう8月の第1週目とか、そうですね8月末ぐらいだったらもう終わりますもんね、8月夏はもう終わっちゃうね、もうだからそろそろ行かないと、でさずっと言ってたじゃん、はい、ずっと言ってたけど、はい、TV ショーで撮ろうよ夏、夏を、うん、夏っていう映像を、そんな膨大なもの撮れませんいやだからさ、さっき言ったじゃん今、ね、夏祭りもあるし、はい、海もあるし、はい、山もある、フェスもある、はい、なんかそういうこう夏っぽい映像を撮りたいね、はい、まあそうですね、え TV ショーで行こうよ、行きましょうか、海見すぎて、海は回せないっすよ、ちょっと、なんであれビデオダメでしょ、確か、そうなの、あダメなんじゃないですか、だってその隠し色とかいっぱいできるじゃないですか、あれだったら基本的にはダメなんじゃないですか、基本的にはダメ、撮影わかんないです、どうなんですか、いやわかんない、じゃあそれちょっと調べといて、だってそんなんやったら僕ナビさん撮ってないですよ、もういやそれはダメでしょあれいつの間にか向こうの方撮ってる趣旨違うからね、だって完全に何撮りに来てんねん、何撮りに来てんねんっていう話になって、いや多分ダメなんじゃないですか、どうなんですかね、ありなんですかね、それはちょっと調べて、今そんな、そうですよね、だってそのプロでしょいやだって一応許可もらわないと多分ダメだと思いますけどね、いやテレビ局とかは多分大丈夫だと思いますけど、分かんないですけどね、じゃあ腕章借りてこようか、何すかテレビ局の腕章借りてこようか
多分それぐらいだったら干されるわいろんなとこからそれぐらいだったらいくらでもなんか知り合いいるけどいやもしダメだったらバーベキューにしましょう。バーベキューを取るっていうのもねちょっとね、まあ、そうか変な思い出作りみたいなのがありますもんね。そうだからなんかその祭りの方がまだいいんじゃない、その地元の祭り感。あるんですかこの辺祭り。この辺はちょっと ちっちゃいからさ。あなんかちっちゃい感じじゃないやつがいいよね。まあそうですよね、ちっちゃい感じじゃない祭り。何や祭り。なんか吉祥寺の方とかさ、高円寺の方とかってお祭り結構大きいのがあるのね。あ、あと二子玉もそこそこ大きいし、なんかそういうちょっと地方祭りじゃないけどさ、ちょっと浴衣ギャルとか、それからなんかちょっと花火大会みたいなとこ行ってちょっと感動的な花火がバーンって上がるとことか撮りたいですけどね。バーン、なべらじいみたいな。いやいやいや、散ってるだよなんか最終回みたいじゃない実際こうバーって、それなんかそういうさ、なんか撮ってほしいとか、こういう行ってみたことないけどこの祭り面白いって聞いたけどっていうのとかさ、なんかね聞いてる人たちもあったら、まあそうですよね、教えてほしいね、こういう、こういう祭りちょっと撮ってきてるみたいな。もし誰か僕と一緒に行ってくれる方まだ言うもうね、まだ諦めてませんまあね、問い合わせ全然ないからね。あ、本当ですか、うん、ミッキーっていうことをまず知らないんじゃない。ミッキーっていうことを知らないんじゃないミッキーっていう存在がいることを知らないんじゃない。あ、本当ですか。こんだけ喋ってますけどね彼女欲しいってあ、じゃあそう、今年の夏、ミッキーに彼女を作るのを TV ショーで撮る。絶対嫌ですそれだけは嫌です。もう極限です。来年それでもう、そこの状態になって撮りましょう。もうこの状態で何でも力借りますよ今聞きました皆さんね来年いなかったんですよ。ただ来年いるんで、来年彼女がいなかったら企画やります。それミッキーのなんか AV 企画みたいな企画やります、企画ものやります、企画ものやります、撮りますみたいな。ミッキーに彼女ができるまで。そうですねできるまでもう回しっぱっていうドキュメンタリー映像みたいな帰りなんか夜道帰りながら自撮りしながら、あのいやこういうところがダメだと思うんですよねっていう、こうなんかインタビュアーに返すみたいな映像撮りながら、だからもうあれですよね、完全に彼女ができるまで帰れまってんみたいな天でも何もないですけど、いろんな女の子呼ぶからマジか。それ一日中やってマジで誰一人も引っかからなかったらもうほんまへこみますわ。あれさ、お見合いパーティーとか出てみよう。え、ビデオ持ちながらですか。俺がビデオ持つから。違う違う違うそんなもん一緒に参加して失礼や失礼失礼失礼ですよ、そんな相手に。あれはじゃあ、あのマチコン、マチコン潜入、マチコン潜入、マチコン潜入許して。まあそれぐらいは別に大丈夫ですかね。うん、大丈夫大丈夫、うん、アクション感持ってるからちっちゃいから。いや、バレへんかったらってバレへんかったらじゃなくて、撮っていいのかないいのかどっちにしろバレるんで、ネットに出すんかどっちにしろバレるんで、それはおいおい許可取ればいい。おいおい許可、多分一発で削除せえっていうおい許可取ればいい。そこはね、大丈夫だよ。それかも最悪自分らでマチコン企画する。多分許可取る必要がない主催だから。ああでもそれありかもしれないですね西麻布コンみたいなやってくださいよ。西麻布マチコンみたいな。そうそうそう、結構ねあるんだよ西麻布の。西麻布交差点コンやってください。交差点コン、誰もコンはまあね、もう結構もっと絞ってもいいですよ。もうシンシアコンとか。シンシア狭いわまあそういう、こう夏のね映像も TV ショーでお届けできたら、いやもうほんまにあれですよね、いいなと思うんで、はい、
なんか企画があれば、なんか代案があればあのじゃあ行くんで、うん、それかあの私の町に来てくださいとかね僕ら何者やと思ってますか。来たとこ、来たとてですよ本当に。そして来たとてとてお邪魔アップみたいなねマジで警察呼ばれるわまあ、ということでね、そろそろお時間になってまいりました。あ、お時間もうお時間になってまいりました。もう時間か、残念。じゃあ残念、残念その疲れた感じ、ね、30分も喋ったら疲れるんですよ、ちょっと。疲れんの？疲れません？いや、あんまり。いや、それあれですよ、元シンシアで働いててずっとこう、いろんなお客さんとこう喋ってるからですよ。普通の人って30分喋ったらもう死んどいぞ頭回りつかれてしながら喋ってたら、ね、11回目だもんね。11回目ですよ。これ何分喋ってんだ。30分で1回でしょ。300分、330分、330分、60で割ったら5時間ちょっと。5時間ちょっと喋ってるんですか、うん、意外に短いですね1日でぐらい経ってんかなと思ってたんですけど意外に短かったですねあ、5時間くらいじゃない。そうですね、5時間、5、6時間ですね5、6時間ですね、ですよ、うん、まあだからもうこれ聞いてる方はもうお願いします。まあ聞いてるったら思う、感じてると思うんですけど、聞いてたら、そろそろ僕ら2人じゃ限界ですっていうことを心からお伝えしたいっていう、もう本当に誰か出てっていう、誰か出て誰か出て聞いて喋ってみたいな。いやいや、喋るわこっちがそこは聞いては誰か聞いてっていうのは思うけど、入れ替わりシステムがダメですよまあね、ということでねということでねまあ、あのぜひぜひこういろいろな企画もやっていきたいなと思うんで、はい、まあね、チャンネル登録とかもしてくれたらね、より、ね、より一層配信とかもできると思うんで、もうチャンネル登録してくれたらもうあのグッズプレゼントします。今ね9人だからね、うん、ジャック・ダニエルの T シャツプレゼントまだ結構あるよねいや、ということで、チャンネル登録してくれた方にジャック・ダニエルの T シャツをプレゼントと、あのナベラジ特製のね、ジャック・ダニエルナベラジっていうのを後ろで入れるんで、文字入れておくんで、そうですね、それをジャック・ダニエルかどうか分かんないけどでもなんかあのチャンネル登録してくれた方には、うん、T シャツプレゼントってくるT シャツT シャツかもしれないし、そうですね、あのナベラジアイテムもプレゼント、まあ、いいっすね、いいっすね、そうなので、また来週も聞いてくれるかな、はい、それ何回目なんですかそれそんなメガヒットしてないですからね、まあ、いいと思う